じゃあ、あとはあれだよ。まあ、でもあらあら話したけど、これからの人生どうするかという問題だな、本当のテーマは。どう思います？これからの人生。いや、もう一回働いて、うん。年金に頼らないで、うん。まあ、自立した生活を送りたいです。立派ですよ。それ、いつ頃からその病気は発症したの？これが発症したのが2013年の丸10年ちょっとですかね。なるほど。まあ、兆候で言うともう12年ぐらいになりますけれども、きっかけみたいのがあったいわゆる思春期で、そこの中、体調の、まあ、悪かったり良かったりっていうのをほっといたら病気に発展しちゃったの。の。ちなみに、はい。どういう診断としてはどういう病名なの？不安障害というか、それで一応手帳とか年金とかいただいてるっていう。具体的には、不安障害というのはどんなことになるんですか？まあ、漠然とした不安焦燥感あに襲われるっていうことが一番多いですね。あ。ああ。何か具体的なことがあるわけじゃないのに、そうですね。漠然とした不安っていうね。そうですね。それは個人的なこと。将来自分はどうなんだろうとか、日本国はどうなっちゃうんだろうとか、どういう類で出てくるの？とにかくこれっていうものがないことが多いです。あ、もうただなんとなく不安。そうですね。なんかこう手は震えるし、体中なんか生きた心地しないなっていう。で、薬を飲むと、まあ、治まる。まあ、パニック障害のちょっと、まあ、弱い版と言いますかね。パニック障害みんな気づくじゃないですか。過呼吸を起こしてたり。まあ、それはまあ、ない。過呼吸ってこう倒れるようなことはないですね。まあ、おっぱいをあげたりとか。ないけど、ずっだとからあなこたのの目で。心の中の問題だからね。そうです。なかなか他人には理解されにくいわけだよ。なるほど。発作が起きても自分から申告しなければわからないです。なるほど。と言ったってね、周りじゃね、君不安と言われてもねってこう、勝手に勤めてるわね。そんな勝手に不安と言われたってさ、仕事が成り立たないんだよって、いや、なっちゃうよね。いや、それは結構厄介だね。傍目から見て、明らかに発作だなって、むしろ分かった方が、まあ、助かるって助かる。その人たちにはかわいそうだけどね。助かるっちゃ助かるよね。例えば電車の中でよくね、急病人とかいるじゃないですか。あれは多分パニック障害の方ですよ。もう誰かが気づいて。なんとかしてあげなきゃ。もう何もないわけだよね。ただ一人こう、うーって。ちなみにさ、文句の、よく言う叫びって、ありますね。ああいう感じってよくこうわかる感じですかね。文句の叫びはあれなんだ。あれは、その症状なんですよ。あの人が叫んでんじゃないんだよね。あ、周りが。ちょっと、何か、何とも言えない周りが、突然とそういう不安に私は襲われたっていう、そういう絵なのよ。その不安に陥った顔が、あれなんですあか。なんです。大概あの人が叫んでると勘違いしてんだよね。そうじゃなくて、背後の、何とも言えない、あれがその不安とか、恐怖とか、なんかの象徴なんですよ。で、確かね、後ろに歩いてる人もなんか意味があったと思う。何かその背後からね、迫られてるみたいな。それが突然起きたって書いてまさに漠然とした。そう、不安というか。そういうことか。で、この間も言ったかな、日蓮宗系っていうのが、結構そういう精神的な病が、まあ、頻発しているケースが多いんだよね。書いてましたね。なんか YouTube でなんかチラシみたいなやつ載ってましたね。なんか、うん。何でしたっけ？家庭の不和とかなんかいろいそうろ。そう。家庭、一家離散とかね。いや、実はあれ見たら、結構当てはまってて。結構当たってる。倒産破産もありましたよね。あ、オタク、ある。まあ、倒産破産はね、日蓮宗だけに限ったことでもないと思うんだけど、まあ、だけど、みんな一、なんつうの、こう、通じてますよ。自分が、精神的に、やっぱり、こう、いろんな負荷がかかりすぎちゃうとさ、そうすれば、仕事だってできないし、家庭の中も、不安になれば、仕事に専念できないしね。だから、まあ、いろいろ、説明すれば、キリがないけど、まあ、端的に結論からこう、まあ言っていくので、疑問だと思うところは言ってください。結論から言うと、今の状況を改善するには、本当の
そのお釈迦様が今から2500年前に本当に悟られたところの法華経という、その力をがによって、そのあなたの眠ってまだもう完全に眠ってるね本来の命がこの開発されるわけですよ、はい、それによってその表層的な病がこの吹っ飛ばされる、はい、でこう健全な水が望む、自分が望むような生活ができるようになると、はい、でこのお釈迦様がその説かれた、その悟られた一切の衆生をそうやって苦しみ、地獄の苦しみから一切全部救い出すというね、救い、また自らがその、開けるっていう、これは、簡単に言うと今日本国では、はい、まあ日蓮宗まではいいとこ行ったわけだよ、はい、だけど日蓮大聖人が800年ぐらい前に、うん、あのお釈迦様の予言通りに出現されて、そして一生かかっていろんな難に遭われたけども、そのお釈迦様が託されたその秘宝を第五一服のでかいご本尊として表したわけですね。このこれに全てが、仏教の功徳、法華経の功徳は全部このご本尊に収まったぞと言って表したのが弘安2年の10月12日のご本尊様で、このご本尊様こそが今のこの時代に生まれてきた我々のその今話した法華経の功徳が完全に開ききるための根本のご本尊なんですね。でその究極のご本尊とその悟りとはたった一人にしか相続してない、相伝していない、はい、っていうことも事実として残っているわけで、はい、でその第二祖日光聖人で、その時に6人の弟子を定めて、皇帝を定めて、はい、で、まあ、それぞれ協力して日光聖人を支えながら、あとの5人は協力して後々まで広めていきなさいと、そして大勢の苦しんでいる人を救いなさいというふうに定めたんだけど、もうその大聖人、日蓮大聖人が亡くなった直後においてですね、このもう日光聖人にみんなついていかなくなっちゃったわけですよ。それで勝手気ままに始めるわけだね。俺いいよ、俺は俺で鎌倉でやるしと、俺は俺でそれこそ千葉のあその中山のあそこのとこで、まあこれは時上人さんだけどね、はい、まあやりますわ。ただバックアップしたのは、はい、その時の六老僧の一人がやっぱそこのとこ力入れてるわけだよね、はい、手こ入れして、はい、とか、あとは池上本門寺とかありますね、うん、とかみんなそうで、で最終的にはその身延で、はい、始めた第二層日光聖人が、はい、法を解き始めたんだけど、はい、そこの、うん、とこにまあその時の地頭だった萩井実長っていうのが、だん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 こう信仰を崩していくわけですよ。まあ大聖人の仏法というのは非常に厳格で、電話でも言った通り、他の宗教を一切その帰依しちゃダメ、それから賽銭あげてもダメっていう、あと当然お守りとかああいうものももう所有してはダメっていう厳格な決まりがあって、それはなぜかって言ったら、綺麗なものに汚いものが入ったら飲めないじゃないですかという、そういう原理でね、なのでその汚らしい悪鬼魔人が入ったものは全部排除しないと本当の法華経の力は飲めませんと、力発揮しませんという原理があるわけよ。ところがさ、なかなかそうは言ったってつって、なかなかそこを実践する真面目な信徒と真面目じゃない信徒がいるわけだね。で萩井実長はやっぱり今で言ったら県庁ぐらいの力だから、はい、各県のね、はい、当時はだから山梨県庁ぐらいが、うん、なのでいろいろ付き合いがあるわけだな、うん、そういう邪宗の坊さんたちと、なるほど、うん、それであんまり堅苦しいことばっかり言ってたら、うん、まあなかなかできないということで、うん、でだんだん念仏もいいんじゃないのと、はい、それから神社だってお参りに行ってもいいんじゃないのっていうようなことになって、はい、でその六老僧の中の、はい、一人だった二光っていうのが日に向かうっていうね、はい、この二光っていうのがひょっこり鎌倉から何年か経って、はい、日光聖人のところに戻ってくるわけですよ、はい、でその時に日光聖人もすごく喜ばれて、はい、みんな中が勝手気ままにあっちゃこっちゃ散らばったのに、はい、よくぞ戻ってきてくれたと、はい、つってで、まあ、信頼したわけだね、はい、そのところがこの二光がその、はい、
いいんだよ、別にそんなね、あの邪宗教、邪宗教ってそんな堅苦しいこと言わないでいいのよってなことで、この萩利実長をそそのかすわけですね。それで日光上人があまりにもちょっとあの堅苦しすぎんだと、はい、つってそうですよねつって、萩利さんもお二人がこう相入れちゃって、はい、でとうとう身延の大商人、あ、日光上人はもう身延にいられない状況、はい、大商人様はそれを見抜かれてて、もし萩利実長がそういう怪しげな信仰が崩れた時は私の魂はここには住まないからとっておっしゃってるんだよね。でだということはそこからもう立ち退いちゃいなさいっていう意味だよ。でその遺言通り日光上人は何度萩利実長や二皇にあの教会を垂れても言うことを聞かないもんで、でもうこれはもう万やむなく身延を去ってきたわけだね。それで今源氏の、 あの当時の、 あの南条時光っていう全く純粋なご神道がいたから、その人の領地のいただいて、寄進をいただいて、今の大石寺のもとができたわけさ。だから話を戻すと、はい、もう身延系も全部ダメだし、それからもう池上も、うん、中山もみんなダメ、あとまあ細かいところはもうみんな日蓮宗といっても、うん、その日蓮大聖人の本当の悟りと本当の功徳は伝えてないから、うん、だからもし本当に自分がこれから心機一転、もう一回その人生のね、希望に満ちた人生を開こうと思ったら、この日蓮召集の信仰をすればいいわけ。ただ入っただけじゃダメなわけね。何事も空手の道場もそうだし、入門はしたけど稽古に来ない、修行しなければただの素人と同じですよ。月謝だけ払ってるだけっていうね。なので日蓮召集の信仰っていうのは、まあこういうこんなでっかいご本尊があってもいいんだけど、はい、まあ、とにかく朝晩ご本尊様に、さっき話した弘安2年10月12日のそのご一服の根本の大ご本尊様のこのお力がここに現れてますから、このご本尊にも現れてるから、そのご本尊に向かって朝晩のやっぱり修行をするわけですね。でそれ以上にもし早く自分が何とかなりたかったら、その正大行つって本当の力のあるのは南明法蓮華経だから、その南明法蓮華経をできるだけ一日たくさん唱えていくと。それと少しでも自分が何かを感じてきたら、他に向かってそのこの富士大石寺の日蓮召集の南明法蓮華経は本当に力あるんだよ、それしか本当は幸せになれないんだよってことを耳に入れてあげる。やるやらないはいいんです、はい、無理くり入信する必要ないんですね、はい、で本人の耳にそれを入れてあげるって、これが修行なんですよ。その2つをきっちりやっていけば絶対に解決するんですね、どんな悩みも。うん、だからまああとはもちろんあなたが個人で持ってるいろんなそういう宗教チックなものね、邪教チックなものは全部廃棄しなきゃいけないけど、それと今後一切そういうところにお参り行かないというその腹決意ができるんなら、本当はその信仰は一日も早くやった方がいいんじゃないかとは思うけどね。うん。